ニーデルンハルはドイツビュルテンベルク州方園牢エ軍に属す軍所属し、ニーデルンハルはコフハー川沿い標高200から400メートルの方園牢エ平野に一致している。ニーデルンハルは谷の中核部とギーベルハイデ地区南部の高台にあるヘルマースベルク地区からなる。ニーデルンハルは1037年に初めて文献上で研究されている。この地は かつて法遠道駅の所領であった。1356年に皇帝カール4世により都市に昇格した。30年戦争の終わりまで多くの貴族やマインツ選定校が封建領主権領試験を有する市東会、シエンタール修道院の官僚、特に塩井を管理する役人がこの都市には多く住んでいた。30年戦争後、例えばペストなどで多くの貴族一門が断絶し、 その権利は、ホーエンド遠エケとシェンタール修道院に集まっていった。このことは、ニーデルンハルに長い間二人の市長が存在するという奇妙な状態をもたらした。そしてその意見の食い違いは、しばしば発展の妨げとなったのである。18世紀の末頃には、ホーエンド遠エケは優位な立場を築くことに成功した。帝国代表社会議主要決議の時代には、 ニーデルンハルは他の法園道や家の所領と共にビュルテンベルク王国に編入された。ニーデルンハルの声援は19世紀の初めまで行われていた。潮位の質の低下やビュルテンベルクの岩塩の圧迫により声援は衰退した。視聴者本誌の市議会は14議席で構成されている。ニーデルンハルは国派イコールヤクストイコールターバー地方。 コフハーベルク大地区に属すワイン町である。ゲッテンハウスニーデルンハルには、うと700メートルの堅固な支壁を持つ文化財保護対象となっている、旧市街がある。視聴者には、郷土博物館が併設されている。ありがとうございます。